県美術館で開催中の音や動きに合わせて映像が変わる体験型アート展魔法の美術館の来場者が18日1万人を突破しました。この日1万人目として来場したのは松山市在住の越智啓真くん3歳で、記念品としてみきゃんグッズが贈られました。びっくりしましたね。はい、たまたま今日になっただけなんで、はい、お母様はどうでしょう。びっくりしました。何がしたい、中でどれがしたい、いろいろあるよ。これがしたい、いろいろしたいね。啓真くんは自分の動きに合わせて動く映像に驚きながら大はしゃぎで光の世界を楽しんでいました。この企画展魔法の美術館は8月25日日曜日まで県美術館で開かれています。